夏目さん、お疲れ様です。ああ、お疲れ様。今日も死者重症者ゼロでよかったです。ひな先生の指示もすごい適切だった。あ、本当ですか。塩見先生が入ってからすっごい先輩らしくなってきた。本当ですか、うん、嬉しいです。これからも処置で何かわからないことがあったら気軽に聞いてね。え、じゃあ早速一つ気軽に聞いてもいいですか。うん、もちろん。どうしたの。あの、友達とか同僚に対して、うん、この余計な一言何なんだろうって思った時、うん、どう処置すればいいですか。何の処置。あ、例えば、うんうん、会話の中で、うん、いや、この一言絶対いらないよな、余計だよなっていう場合があるじゃないですか、うん、あ、すいません、私なんか検診みたいでしたよね。どうした。もっとちゃんと言いますね。あの、ちゃんと YHK を大量摂取して心的炎症を起こした場合どう処置すればいいですか。ちょっと待ってね。え、どうしたんですか。 YHK って何。あ、余計な一言です。そうなの。ハッシュタグ YHK です。ないです、そんなの。緊急医療の話。緊急事態の話です。緊急事態の話か。じゃあ、まあ BGM お願いします。処置の方法を教えてください。処置の方法って。耐え続けていける自信がありません。あら、その服いいじゃん。なんか始まった。ほんと黒って人選ばないからいいよね。あ、いります。心拍が上昇してます。ほら。そうなの。教えてください、夏目さん。いります。いらないかもしれないんだけど。それ、そのカバン超可愛いじゃん。セーブしてたの見たよ。いります。いらないよね。いります。いらないよね。確かに心が圧迫骨折しそうなんですけど。骨はないのにね。それなのに私が彼氏今はいないって言ったら、うん、今はっているって言ってくるんです。お互い様なんだね。あと一番いらない、うん、一番いらないのが、一番久しぶりに会った私に、うん、あれちょっと太ったんじゃないっていうセリフ、うんうん、一番いらないですよね。いらないよ。あれは本人は、うん、私心配してるんだよっていうことを言いたいつもりだけど、うん、言われてる方はなんかもうこんにゃろうってなる。もうこんにゃろうってなる。あのセリフはね、なくなった方がいいわね。はい、はい、深呼吸。ひな先生、深呼吸。よし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 。あれ、みんな寝ちゃいましたね。本当だね。ねえ、塩見先生ね。塩見先生。塩見先生。塩見先生、ダメです。寝たふり。寝たふり。寝たふり。